どうも、タクニエ。え、かっこいい、これ、みんな見て。いいよ。これ。これ、スパークル。これ、なんなん、何の服なん。清水健太君が、うちらのね、ドキュメンタリー映画を今年撮って、映画館で。はい。こちらの映画のスパークル。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。はい、今日の動画はですね、2020年、ベストボディジャパン。マッスルモデル&フィットネスモデル部門のマッスルモデル部門の総合グランプリ決定戦の予想をお届けいたします。イエーイ。ベストボディは3部門あるんだよね、うん、モデル部門、はい、ベストボディ部門、はい、とマッスル&フィットネス。そう、それからマッスルは一番体が大きい部門になるんだよね。マッスルは筋肉が一番大きい部門、モデルはモデルらしい絞れてかっこいい。ベストボディはベストボディね。ベストボディ、ベストボディ、これが俺のボディ、ベストボディ。じゃあ見ていきましょうか。もうこれね、裏で泣いた。そう、これ紅葉をかわしたあったやもんな。ちゃん泣きしてさ、腕立てしながら泣いてたからな。横浜さんもすごかったもんね。めちゃくちゃ良かったよ。うわ、でかと思って。何で？とりあえずね、思ったの最後やから楽しもうと思って、ほんまにそれだけ考えて。一周で決まりますもんね、これ。そう、一周で、これはもうそれだけやったね。これはもう本しか分かんないですね、本当に。工藤さんダンディ、ダンディすごい、うん、かっこよかった。いや、かっこいいですね。呼ばれた。でもこれ楽しもうって思いましたけど、うん、でもやっぱりここ勝ってなかったら後味で悪かったですね、正直。そうやね、正直それはあれ、それはここは取れたからすごく気持ちよいね、締めくくりになったし、ね、このクロス刺し、そう、これむっちゃかっこいい。これ知ってました、クロス刺しって。あ、知ってた。黒ですよね、これ。黒っていうか、うん、紺に金ですよね、うん、知ってたわ。これはもうだからですね。でこれって限られた人しかもらってないですよね。そうだね、男女で男性3名、女性3名か。そうですよね、うん、これね、ずれてるかと思ってね、ずらしたらね、結果ずれてた。ずらしてる、直すな。あ、ずれてるわ。ずらした、自分でずらしたから。めっちゃガッツポーズするじゃないですか。みんなの声が聞こえた。これめっちゃ聞こえた。あ、めっちゃ聞こえた。一番聞こえたかな、やっぱ。もらいましょうか。いい顔してますね。いい顔してる。ミドルクラス、そしてマスターズクラスグランプリのお二人でした。どうぞ温かい拍手をお願いします。あ、あったあった。左右あったよ。合わせて。実質マッスルモデル1年目でしたよ、ね、そうやね、ずっとベストバディでしたもんね、うんうん、ね、うん、1年目で撮っちゃうってすごいですね。すごい。去年その前の年か、2019年 でその日本大会でボロ負けして、でも来年はマッスルに戻して、あれなんですね、予選で負けてしまったんですけど、うん、見に来てもらった人に一人だけでかかったわって言われたんですよ。マッスルもらってるんじゃないっていうアドバイスをもらった。ベスポークラスやったらもうデカすぎて逆にあかんかったんちゃうって言われて、でも何ならもっとデカでしょ。12月ですよね、うん、で翌年の京都大会3月にはもうマッスルに切り替えて、あ、もうその日からマッスルに切り替えて京都で、京都は2位やったんですよね、うん、で奈良で、そう、11月でしたっけ、10月でしたっけ、11月ぐらいで、うん、で奈良で取って日本大会に行こうって、そう、取っちゃったんですよね、はい、で今年日本代表、あ、そうだね、日本代表ね、海外でね、
選ばれました。はい、どうしてもね、そうですね、これは2連覇目指して2連覇に唯一できる人ですもんね、2連覇に挑戦ですもんね。そう、そのつもりで挑戦作られてると思う。僕は大阪大会出る言ってたんですけど、ちょっと延期になってしまったんで7月の25日の福岡大会に出ることにしました。はい、これは7月4日に、はい、もうすぐですよね。あと2週間ちょっと、はい、はい、サポートお願いします。はい、間違いないです。日本一のサポーターありがとうございます。サポーター胸を張って言う日本一のサポーター、サポーターとサポートした、あ、ありがとうございます。これかけるんで僕ら、あの、はい、経歴に、はい、経歴に書きます、はい、書きます。はい、書かせていただきます。はい、ということで、ね、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。はい、次の動画も、お楽しみによろしくお願いします。はい、よかったと思う方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイバーイありがとうございました。バイビー、バイバイ。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、できれば通知ボタンもよろしく。